こんにちは、マルンパチャンネルのマルパパです。はい、今回はですね、栃木県中川町にあります RV パーク見晴らしの湯に向かっております。はい、そちらのね、RV パークの方はなんと居酒屋が併設しておりまして、しかもね、お風呂の方もあるっていうね、素晴らしい RV パークなんですよ。ね、RV パークの方でね、美味しいご飯、お酒を飲んで、お風呂に入って車中泊ができる、ね、これも一番幸せなひとときをね、感じれる、はい、RV パークになっております。はい、施設の方とかね、あと居酒屋さんの方もご紹介させていただきますので、最後までねご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってまいります。はい、あと7キロ弱ぐらいでね、現地に着くような感じになってるんですけど、まあ、道がね、気持ちちょっと狭い感じなので、まあ、ゆっくりとね、気をつけて行っていただいた方がいいと思います。はい、近くまで来ました。多分これで合ってるのかな？合ってますね。RV パークって書いてます。結構ね、入り口狭めなんで、皆さん気をつけてもらった方がいいかもしれないです。はい、ということで RV パークの方着きました。チェックイン時間はね、15時以降、チェックアウトは、10時までにっていうことになっております。料金の方なんですが、料金の方は1泊1台、キャンプ行為なしっていうことであれば1000円、キャンプ行為がありっていうことであれば2500円という形になっております。でこちらね、サイドオーニングの展開とか、あと椅子テーブル出していただいてもいいんですけども、もしそちらでね調理をするっていうことであればキャンプ行為ありっていう形で見なされますので2500円という形です。あと電源の方がね、各場所にこういった形でありますんで、ここを開けるとコンセントがついてます。はい、でこちらの方がですね、利用料として500円必要になってきます。はい、建物の方に来ました。これね、左側と右側とね、両方に水道の方がついてます。でお湯も出るのかな。でこちらの方でね、洗い物とかしていただいても大丈夫です。で奥のね、こちらの方の扉、これをね、はい、開けると右と左におトイレがあります。で右の方は男子トイレということで、こちらですね、ウォシュレットトイレの方が1箇所、はい、2箇所あります。はい、女性の方もね2箇所ありますので、そちらの方を利用していただけたらと思います。24時間使えます。はい、でおトイレをね出ていただいて、ずっと右の方に行くと、自動販売機があって、さらにですね右側に行くとこういった形でゴミステーションがあります。はい、でこちらを開けていただくと、こういった形でゴミの方を無料で捨てていただくことができます。ただしですね、この入り口のところにこうやって貼ってあるんですけども、しっかりとねゴミの分別のルールだけこちら記載の上、ルールを守って処分の方をしてください。あと奥の方に行くとランドリーがあります。はい、でこちらを開けると洗濯機が2つありまして、こちらの方を無料で使うことができます。はい、乾燥機はないんですけどね、洗濯機は無料で使えるということで、長期の旅の時にはねぜひ利用してください。はい、あと見ていただいたら分かるようにね、結構広いんでね、こちらの方利用台数が15台まで行けるっていうことです。まあ小さいね、ミニオフ会とか、まあ、そういった形で利用するのもすごくいいと思います。はい、それではね、ちょっとお風呂の方をねご紹介させていただきたいと思います。お風呂はねこちらの方入ると、でこちらおトイレがあります。はい、男性用と、はい、西洋です。こちらの方をね入るとこんな感じで、更衣室がありまして、はい、浴槽の方はねこの奥ですね、ちょっと今蓋されてますけど、こんな感じになってます。はい、で大人1人500円 で貸し切りの場合は700円っていう感じになります。はい、それではね、ちょっと居酒屋の方18人予約してたのでね、
はい、行きたいと思います。お任せでね1500円という形になります。でビールがね1杯500円かなっていう感じです。すごい楽しみできます。こんな感じです。ではビールが来ました。いただきます。うん、うまい。いろいろ来ました。美味しそうです。美味しそう。いただきます。うまっ。ランキング感になろう。つくねとですねフグの唐揚げ来ましょう。うまっ。麻婆豆腐、まあ、特別にいただきました。美味しい。うん。無理だ。うん。はい。ごちそうさまでした。美味しかったです。ぜひね、おすすめなんで、こちらでね、ご飯を食べてもらって、ね、ゆっくりお風呂入って、ね、楽しんでもらえたらと思います。はい、ということで今回はですね RV パーク見晴らしの湯のご紹介動画でした。はい、こちらねお風呂もいいですし居酒屋の方もすごく美味しいのでねぜひご利用していただけたらと思います。ということでねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ここで告知でございます。なんとですね、キャンピングカーバケーション2023オータム、こちらのね、募集日時が決まりました。はい、開催概要の方なんですけども、2023年11月18日、土曜日から、19日日曜日まで、はい。会場の方はですね、和歌山県御坊市の野口オートキャンプ場さんの方で開催させていただきます。で募集台数、まあ、総数なんですけど、こちらの方は250台。させていただきまして、一時募集の方はですね申し込み開始日が、5月の27日土曜日の18時から5月30日の火曜日18時までとなっております。でこちらの方はキャンピングカーバケーション今までね3回開催されてるんですけど1回でもねお越しいただいた方の先行予約という形になっております。はい、で次にですね、二次募集なんですけどもこちらの方はキャンピングカーバケーションに来たことないよ初めてだよっていう方もお申し込みいただけるような形になっております。でこちらの方が6月の3日土曜日18時から6月6日の火曜日18時までという形になっております。はい、であと参加費の方がですね、まあ、社長ですね車の長さの方が6メーター未満が1万円で6メーター以上7メーター未満が1万2000円で7メーター以上が1万5000円という形になっております。ちょっとね7メーター8メーターっていうところが若干ちょっと変わっておりますのでご了承いただけたらと思います。あと全泊の方はですね、5000円、これは全ての車種、5000円という形で、させていただきます。はい、あとこちらの全泊の方は入場時間がね14時からっていう形になるのとあと電源がねちょっとないっていうところはご了解いただけたらと思います。あとですね今回後泊の方も、はい、お申し込み、はい、募集いたさせていただきます。で後泊の方はですね無料っていう形になるんですけども、20日の月曜日10時までっていう形になってます。でこちらの方はねお申し込みのところにチェックする欄がありますので全泊後泊ねこちらの方のチェックをね、して、お申し込みの方をいただけたらと思います。あと、全てなんですけど、お申し込みの方は、ボートキャンパーの公式ホームページの方に、キャンピングカーバケーションの特設ページ、毎回作らせていただいてます。でこちらの方に入っていただいたら、申し込み、していただくボタンがあって、その申し込みフォームの方に記載していただいて、お申し込みをしていただくんですけど、この募集日時に該当する日時の期間じゃないと、申し込みができないような形になっておりますので気をつけてください。はい、まあ今ね
お話しさせていただいている内容はゴンズキャンパーの、ね、公式ホームページでも掲載されますし、キャンピングアバケーションの公式インスタグラムの方でも発信させていただきます。でまたね、まるんぽチャンネルの、ね、インスタツイッターでももちろんさせていただきますし、参加 YouTuber さんですね、の方からも発信があると思いますので、はい、ぜひね、見逃さないようにチェックしてみてください。はい、あと協賛企業さん、ね、団体様、いつもね、たくさんの企業様、団体様の方からね、協賛の方をいただいてるんですけど、今回もね、もちろん募集の方をさせていただきます。最近で言うと、結構 RV パークさんとかもね、積極的に協賛していただいてますので、はい、ぜひね、ご検討いただいて、このキャンピングカーのね、輪を広げるっていう部分にご賛同いただけたら、ご協賛いただけたら嬉しいです。はい、あとね、キャンピングカーバケーションの東北と九州は、今話を進めていってて、またね、詳細が決まり次第、こちらの動画であったりとかね、SNS の方でも告知をさせていただきたいと思ってます。あとね、トモさんと喋ってて、ちょっと北陸の方でもしたいねっていう話をしてますので、北陸の方、まあ、北陸県になるんですけど、北陸県のね、まあ、方でもね、このキャンピングカーの輪を広げるというかね、まあ、やっぱりこのイベントをすることによって地域がね、まあまあ、少しでも、地域にお金が落ちたかなっていう部分もやっぱり思ってて、やっぱりキャンピングカーがね、100台以上こう大体イベント集まりますので、まあ、皆さんね、来てね、それだけで買えるっていうわけじゃなくて、まあ、前日にね、ちょっとその周辺のところを観光したり、ご飯食べに行ったりとかしてね、まあ、いろいろこうね、賑わったりとかもすると思いますし、はい、できればね、やっぱり地元の自治体とか、まあ、行政と、まあ、組んでね、させていただけるのが一番理想だと思ってますので、まあ、そういったところでね、ご協力いただけそうな、はい、ところがあれば、ご連絡いただけると嬉しいです。はい、ということでね、今回はこういった告知でした。ぜひね、たくさんの方、キャンピングカーバケーション2023オータムへのね、応募よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。